東京証券取引所は今年最初の取引大発会です。去年は1年間で株価がこのように6000円近く値上がりしました。しかし今年は干支別で見ると最も株価が下がっている馬年です。消費税の増税を控える今年の相場は波乱含みのスタートとなりました。中継です。はい、アベノミクス2年目の株価は大きく値下がりし16,000円を割り込んでいます。マーケットを重視する安倍政権からは麻生大臣が大発会に参加しました。アベノミクスというものの評価も少なくとも日本よりは海外でいただいているような感じがしますけれども、そういったようなものをさらに私ども進めて、ご祝儀相場で値上がりしやすい大発会の株価ですが、年末に9日連続で値上がりした反動や円安が一服しているため一時400円以上値下がりしました。しかし世界の景気回復を背景に円安傾向と株高は今年も続くとみられ、年末には18,000円を超えるという見方が広がっています。ただ消費税の増税で景気が一時的に冷え込むことは避けられず、今年の相場も安倍政権の政策運営に大きく左右されることは間違いありません。具体的には法人税率の引き下げや規制緩和ができるかどうか、安倍政権の真価が問われる1年になりそうです。